はい、どうですか。いやいや、充実した、はい、練習ができていると思います。じゃあ、手の豆って増えてますか。いや、特に。特に変わらず。じゃあ、体の疲れとかも。あ、まあ、ちょっとこう、5金の4金目なんで、ちょっとまあ、疲れは出てきてますけども、まあ、いい疲れかなと思います。筋肉痛とか。あ、全然大丈夫です。はい。やっぱりお風呂に入って、体に。そうですね。リカバリーはちゃんとしてるんで。寝つきとか、寝起きとかいいですか。朝早いですけど、まあ、早く寝ちゃうんでちょうどいいなっていう感じがあります。そんな疲れのある中で僕とか坂本選手とか軽いねみたいな、はい、動きは軽いですね。またあの第1クールは明日が最後になると思うんですけど、はい、まあ、意気込みというか、まあ、やっぱり、気を緩ませないでしっかりと自分のやりきるやりたいことを1日後悔せずにできるように頑張りたいなと思います。切れそうですか。もうイージー、イージー。ありがとうございました。